4年生女子無差別級と神奈川新聞社賞を受賞なさった小松真奈選手とお母様に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。大外刈りでの一本勝ち、見事でしたね。今のお気持ちをお聞かせください。いつも教えてくれる宮先生が今日いなくて、だから早く賞を見せたいです。先生はいつも熱心に指導してくださるんですか？はい、うん、柔道始めてどのぐらいになるんですか？どのぐらい練習してるんですか？週3、4ぐらい。柔道をやっていてよかったなと思うときはどんなときですか？やっぱりこういう賞を取ったとき、はい、辛いときもありますよね。どんなとき辛いですか？負けちゃったりしたときです。親御さん、そういう姿で近くご覧になってていかがですか？そうですね、練習してることが 100% 試合に出れればって思うんですけど、やっぱなかなか子供はそうはいかないので、今までね、ちょっと3年生になってからそういう悔しい思いをした試合がすごい多かったので、ちょっと今日の試合を見てなんか私も吹っ切れて、子供も吹っ切れたみたいですごい安心しました。親御さんとして普段気をつけてらっしゃるのはどんなことですか？あまりこう精神的に追い込まれるとプレッシャーをすごく感じやすい子なので、あまりこう言ってもダメだなと思うときは、もうなるべくこう自信をなんていうんだろう、つけられるように、なるべくこう上持ち上げて持ち上げてって試合までは持っていく努力はしてます。はい、こういった選手の方だけではなくて、うん、保護者の方や指導者の方も一緒の大会というのはいかがですか？そうですね、今回も主人とどっちが横になるかっていうので、本人が一番やりやすい歩様にしてあげようと思って、さあ今回は、前回はパパだったんですよね、今回はちょっとママがいいっていうことで、ちょっと私も気持ちを入れ直して、はい、そう緊張しながらでしたけど、はい、まあ、でもなんか家族で出てるっていう感じがしてとてもいいですね。距離感が近くて、はい、今回マナさんは強さだけではなくてマナーの面でも表彰されました。この点いかがでしょうか？びっくりしました。私でいいんですよね、これ、はい、日頃教わっている道場の先生が言うことは、試合に勝つよりはそういうところをちゃんとできる人になってほしいっていうのをすごい先生はずっとおっしゃってる方だったので、なんか今回なんかこういうふうにできたことが、先生にも早く報告してあげたいなっていうのもあるし、なんかまたこれからもっと頑張っていかなきゃなって思いました、うん、柔道を通じていろいろなもっと深いことを学んでいらっしゃるようですね。そうですね、よかったです。これからも頑張ってください。おめでとうございました。ありがとうございました。